私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。明けましておめでとうございます。その驚いた顔、わざわざ着物を着て会いに来た甲斐がありましたね。今年もあなたのいろんな面を観測させてもらいますよ。新年を迎え、新たに始まる一日をおみくじで占ってみませんか？良い運勢であるほど、たくさんのプレゼントがもらえますよ。おみくじの結果はどうでしたか？新たに始まる一日が、あなたにとって良い日になりますように。また明日も遊びに来てくださいね。こんにちはじゃな。なんじゃと？めでたくいきます。魔物もいいけどおせちもね。お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。新年を迎え、新たに始まる一日をおみくじで占ってみませんか？良い運勢であるほど、たくさんのプレゼントがもらえますよ。おみくじの結果はどうでしたか？新たに始まる一日が、
あなたにとって良い日になりますように。また明日も遊びに来てくださいね。新年を迎え、新たに始まる一日をおみくじで占ってみませんか？良い運勢であるほど、たくさんのプレゼントがもらえますよ。おみくじの結果はどうでしたか？新たに始まる一日が、あなたにとって良い日になりますように。また明日も遊びに来てくださいね。新年を迎え、新たに始まる一日をおみくじで占ってみませんか？良い運勢であるほど、たくさんのプレゼントがもらえますよ。おみくじは楽しんでいただけましたか？あなたの新たなる年が素晴らしいものになるよう、心からお祈りいたします。よろしくね。ありがとお帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。主様、このような場所で待ち合わせとは、何か急ぎのご用でしょうか？どなたへの贈り物でございましょう？え？私に？あ、私の誕生日を覚えていてくださったのですね。ありがとうございます。主様と一緒にいられるだけで十分幸せなのですが、そのような心遣いまでしていただけるなんて。もしもう少しだけわがままを許していただけるなら、今日は心ゆくまま主様のお世話をさせてくださいまし。
それが私にとってこの上ないプレゼントでございます。